強いチームであればあるほど先輩後輩のこの差みたいなところがやっぱりこうない。あーチームビルディングだったりとかコミュニケーションっていうのを普段からこうちゃんとすることによってそこの信頼関係が生まれる。 D&I という言葉自体に人によっては抵抗感やハードルを感じているようです。入り口のところでより関心を持てるような伝え方を模索しています。日本でこの多様性っていうトピックが扱われるときにあんまりポジティブな匂いがしないというか、あんまり自分事じゃないとかまた出たよみたいなリアクションを受けることがすごく多くて、とにかくいろんな人を入れていろんな意見があるからいいよねっていう感じではなくって、多分大事なのってその発言のしやすさだったりとか表現のしやすさがその場にあるかどうか、うん、はい、こんにちは、ピボットの竹下です。注目のゲストをお呼びしてビジョンをお聞きするピボットセッション始まります。今日はですねブリヂストンのスポンサーでお送りします。テーマは勝つためのチームビルディングということで、おそらくこれ全ビジネスパーソン必見の回になると思います。本当にバスケットボール界のスターの選手の方と、あと企業で実際これ取り組んでらっしゃる方をゲストを呼びして考えていきたいと思います。ブリヂストンの鳥山さと子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱりチームビルディング企業でももう永遠の課題ですよね。本当に中間管理職も悩んでますし、きっと上のレイヤーも下のレイヤーもそれぞれいろんな悩みがあると思います。まあ、それを今日はスポーツ選手アスリートから学ぶということで、はい、また新しい視点が得られると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではお二人目をご紹介します。バスケットボール選手の馬瓜エブリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、エブリさんといえばもう本当に、はい、まあ、日本一にも輝きましたし、まあ、何よりも東京五輪で銀メダルということで、はい、もうスター中のスターですけど、いやいやいや、もう最近はどちらかというとお茶の間ではね、はい、解説者だったりとか、はい、芸人なんじゃないかって言われてます。芸人さんなんですか。そんなことないですから、はい、ちゃんとスポーツ選手として、そうですよね、はい、今回はチームビルディングのところで、はい、お話しできることがあればと思います。はい、あとやっぱり新しいなと思ったのは人生の夏休みとして2020年、はい、まあ、お休みされましたよ ね、 そうですね。でもやっぱりアスリート界に、はい、まあ一石を投じたというか。そうですね、やっぱり、うん、自分自身のこの目標とするっていうところをしっかりとこうまずは達成した、まあ、その後にこう何しようかなっていうところで、まあ、ちゃんと今までのこの自分の体をいたわるっていうのはなかなかアスリートはこうできないなっていうのがありまして、お休みを、人生の夏休みを取らせていただいたんですけど、それをきっかけに私も実は夏休み取ってますっていうアスリートの方から連絡が来たり、実はみたいな、はい、言いやすくなったんでしょうね。そうですね、なるほど、はい、うん、それは嬉しいですね。まあ、本当チームビルディングっていろんな人がいるので、うん、中には休みたいという人もいて、それを、はい、まあ、リーダーが受け止めるってこともテーマの一つと思うので、そうですね、その辺もぜひ今日聞いてみたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はいはい、ということで悩みその1ですね。うん、社内に同年代がいません。ほとんどがかなり年下で、なんとなく周囲から気を使われているのではと感じます。自分からコミュニケーションをとっても会話が続かず、すぐに終わってしまいます。社内の最新情報や新しいツールについていけないことも、まだまだ働きたいのですが足手まといな印象を与えてないか悩んでしまいますということで、うん、まあ、バスケットボールもまあ年代の差とかもあると思うんですけど、まずどうですかね。はい、そうですね、私自身逆にですね、日本代表の中でもう7年ぐらい、ずっと代表として活動はしていたんですけど、そのうちの6年はもうずっと下のカテゴリーで、うん、はい、毎朝モップをかけるというですね、まあ、はい、厳しいですね。そうですね、そっと立場ではあったんですけど、やっぱりこの上の方々とのこのコミュニケーションの仕方っていうところは非常に自分の中でもこう気を使うところもありましたし、逆にこういうコミュニケーションの仕方を上の人にしてほしいなだったりとか、まあ、今現在自分がこう上に立つ立場でもあったりはするので、下の子たちと例えば自分自身がこうどんどん迎合じゃないですけど、うん、こう飛び込んでいくようなコミュニケーションの仕方は、はい、していますね。なるほど、どうやって迎合っていうか溶け込んでですか。迎合っていうのはエブリンさんが言ったんですか。そうですね、はい、自分がそうこうしていくっていうのは結構あったりして、はい、それこそ例えば下の子たちが最新のそれこそ TikTok だったりとかそういうのをこう使っているわけじゃないですか。自分自身もこう見てはいるんですけど、はい、やっぱり AI だったりとかそういうのでパーソナライズ化されていて、自分が最新だと思い込んでいたものが全然違ったりとかそれ一番恥ずかしいやつですね。これ見たよとか言っても、いやそれはあなたの世界ではない。そうなんですよ、はい、それもちょっと前ですよみたいなことがあったりとかするんですよ。それちょっとやばいですね。知らなかったけどそれをすぐに取り入れてしっかりとこう見るようにして、その後こうコミュニケーションの一つの材料として使ったりだとか、あとはその子
の、その、どういうコミュニケーションの取り方をするのが一番いいんだろうということで、例えば、意外と遊びがコミュニケーションの場になったりというのは結構スポーツでは多かったりするんですけど、バーベキューにこう連れてったり、外のアウトドアすることが結構大好きなので連れてったりするんですけど、意外とそれがハマらなかったりとか、でもあったりするんで、その時に、やっぱりこう、少しこう、なんだろうな、アジャストをこうしなきゃいけない、ちょっとこう、ショック受ける時はあるんですけど、そこでアジャストして、あ、じゃあ、家の中でやるようなゲームだったら、みんな自分の質を出してくれるのかな、みたいな。そういうことをこう考えて考えて、今はこうみんなと接してます。なるほど、はい、あのバスケットボールってすごいスピード感あるじゃないですか、はい、その時のコミュニケーションってどうしてるんですか、うん、日本語ってやっぱり敬語とか先輩を敬うみたいな、やっぱり NBA とか見ててもすごい、すごい、ね、まあトラッシュトークではいないんですけど、はい、ありますね、割と先輩だろうがスターだろうが、はい、その辺って日本語ってどうなんですか、ね、そこの部分に関しては、やっぱり強いチームであればあるほど先輩後輩のこの差みたいなところがやっぱりこうないチームが本当に多いですね、うん、これはどのカテゴリーにおいても高校生であってもプロであっても大学生であっても結構やっぱりそういう傾向が多いなというふうに思っていて、チームビルディングだったりとかコミュニケーションっていうのを普段からこうちゃんとすることによってそこの信頼関係が生まれるっていうのはやっぱりあったりしますね。いや深いですね、はい、鳥山さん深い深い企業なんかもうまさに序列がすごくしっかりしてるから、うん、なかなかそこがフラットにって難しいですよね。でも今フラットなほど強いっていうのはすごい、ね、いい言葉じゃないですかね。すごく響きました、まあ、ましてや年齢って自分は上がっていくことしかないから、下の年齢ばっか増えていくじゃないですか。結構どん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 この今のトレンドからこう取り残されていってる感とか、自分が時代遅れになってる感みたいなものとの戦いなんだなってなんか最近思うんですよね。ですよね。もうそこにこういかに飛び込めるかどうか、自分がやっぱりこう少しなんだろうな、よく言うバカになれるかどうかみたいなところは結構どの年代においてもこう必要なんじゃないかなっていうのは最近になって、はい、自分も思い始めてますね、うん、ということでちょっとエブリンさんにはこの悩みに対してちょっとフリップでですね、はい、まあズバッと回答を、はい、フリップじゃあします、はい、まさにです。いやもう響きますね、はい、そうですね、飛び込めっていうのはこれ本当この一言に尽きるなというふうに思っていて、はい、やっぱり年齢が世代が上の方にとってこの下のカテゴリーの興味関心のところに飛び込むっていうのは非常にこうやっぱなんか私が言っていいものなのかなっていうこう思うこともあると思うんですけど、でもやっぱりそこを飛び込まないことにはこの垣根っていうのはどうしても崩されない、本当に逆も多分あり得ると思っていて、はい、やっぱり下の世代の子たちもじゃあ上の例えばマネージャーレベルだったりとかそういった人たちが何を考えて経営しているのかだったり、まあそれがスポーツチームになった時に監督だったり上の先輩方が何を考えてこのチームを作ろうとしているのかっていうところをしっかりとこう理解して動かなきゃいけないっていうのは両方やっぱあると思うので、じゃあ下の子たちが上に飛び込む、この両方のこのなんだろうな、この間をこう取り持つっていう意味でもこの飛び込むって本当に本当に大事なことだと思います。ありがとうございます。はい、ということでちょっと次はお悩み2に行きたいんですが、はい、こちらですね、まあ、これも本当に大事なテーマだと思うんですが、社内法を通じて、まあ、D&I、まあ、ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョンと、まあ、最近よく聞く言葉ですが、について従業員の学び、気づきの機会を提供しようとしていますが、D&I という言葉自体に人によっては抵抗感やハードルを感じているようです。よくよく聞けば理解できることは多いと思いますが、入り口のところでより関心を持てるような伝え方を模索しています。鳥山さんどうですかね、やっぱり、まあ、ちょっと英語っていうのもあったりとか、まあ、綺麗事っていうのもあって、ね、ちょっとアレルギーを持ってる人もいますよね、はい、そうなんでか不思議なんですけど、日本でこの多様性っていうトピックが扱われるときにあんまりポジティブな匂いがしないというか、若干こうお勉強チックな響きがやっぱりする感じがあって、もうこの言葉を聞いた瞬間にあんまり自分事じゃないとか、また出たよみたいなリアクションを受けることがすごく多くって、なんかそこのまずハードルをクリアするっていうのがすごく難しいなっていうのは私も日々感じてます。エブリンさんどうですか、やっぱりこの日本で多様性って、まあ、世代とかいろいろあるかもしれませんけど、抵抗感ってあるんですかね。そうですね、やっぱりじゃあそれこそやっぱ自分が小さい頃、はい、なかなかやっぱりこう溶け込めないことだったりとかって もちろんあったはあったんですけど、ただやっぱこう時代が進むにつれて日本も海外からこういった働き手が入ってきたりだとか、はい、いろんなこう人種の方々がこう入ってきて、でいろんな考え方がこう生まれてっていうところには来てるとは思うんですよ。
そうなった時に、じゃあ相手の立場になって考えるっていうことで、こう多様性っていうのがあるとは思うんですけど、まあやっぱりこの言葉の、なんだろうな、重さみたいなのはすごく感じるなとは思いますね。はい、ご自身どうですか、ご両親がガーナ出身 で、はい、で日本国籍を取られたと思うんですけど、そうですね、はい、小さい頃って、そういった、差別とか受けたことありますか？はい、やっぱり私自身もすごくそこに、なんだろうな、フォーカスしすぎてしまったなっていうのはちっちゃい頃やっぱりあったりすると思ってて、やっぱ子供って思ったこと言うじゃないですか、口に出して言うじゃないですか、はい、だからそこはやっぱり自分自身もやっぱ子供なので、こう重く受け止めすぎてしまったところもあるんですけど、まあ、ただ大人になっていくにつれて、私の魅力ってこれなんだっていうのがこう気づき始めてきたっていうのはやっぱりあるとは思っていて、その魅力にこうどういうふうに気づいて、どういうふうにこう発信して、そしてそれを受け取る側もいてっていうところが、うまくこう連動していくことによって、このダイバーシティっていうね、難しい言葉はこう解決していくんじゃないかなというふうには思っています。なるほど。ちょうど今日本が転換期なので、おそらくエブリンさんにもそういう質問がかなり来ると思うんですよね。そうですね、はい、本当はそういう質問をする、はい、しなくて良い社会になった方がいいと思うんですけど、なんかその時工夫していることありますか？どういうふうに伝えたらいいのかとか、いろいろ記者から聞かれたときにどう反応するのかっていうのは大事ですね。そうですね、基本的にはやっぱりその本人があんまりそういうふうに思ってないこともある。いろいろ昔どうだったんですか、どうだったんですかっていろいろ聞かれたとしても、実はそんなことなくって、周りには本当に理解してくださる方がいっぱいいたんですよっていうパターンはやっぱりあったりするので、はい、その想像力をどれぐらい働かせるかどうかっていうのは、大切にしてほしいなっていうことはやっぱり伝えるようにはしていますね。なるほど。鳥山さんどうですか、多分ですね、今までの上の世代にとって、その企業の中で多分人権とか多様性っていうのを語らなかったと思うんですね。そうですね。それはちょっと政治とか、社会の話で、経済とは違うのが、今一気にそれが融合してるっていうのが、みんなが戸惑ってる原因かなと思うんですけど。そうですよね。で、また結構数値目標とかで企業の場合置かれちゃったりするじゃないですか。そうですね。例えば女性の、ね、比率を何パーセント、管理職比率何パーセントとか、障害をお持ちの方の雇用を何パーセントとか、なんかそっちが先に来てしまうと、本質的になぜそれが企業にとってポジティブで組織を強くすることにつながるのかっていうところまで、まさに想像力が及ばないというか、その結果としてある強い組織のイメージが湧かないのかなって最近思うんですよね。そうですね。いや、本当になんか自分もそっちに今すごく傾向として行ってるなっていうイメージがかなり強くて、とにかくいろんな人を入れていろんな意見があるからいいよねっていう感じではなくって、多分大事なのって、その発言のしやすさだったりとか表現のしやすさがその場にあるかどうかっていうところだと思うんですね。なので入れたら入れただけそれだけ新しい、アイデアが生まれるよねっていう考えだけだと、やっぱり辛いのかなというふうには、ね、思ってしまいますね。カオスになって終わりだったりします。カオスになって終わりですよね。逆になんか、はい、圧力が生まれて終わりとか、企業では売上とか利益で、スポーツだと勝たないといけないですが、その辺ってどういうふうに考えてますか？ダイバーシティと、勝利というか成功。そうですね、私のこの尊敬する指導者の方で3人いらっしゃるんですけど、その1人が、全チームに所属、されたルーカス・モンデロっていう監督が、はい、でその方はどちらかというと余白がすごくチームの中にあるような監督だったんですよね。自分こういう戦術でこういう勝ち方をしに行くよとは伝えるものの、その選手同士で、出たアイデアだったりとかをしっかりとそのまま戦術の中に入れたりだとかっていうことをこうちゃんと聞いてくれるような方ではあったので、そういう意味ではやっぱり表現のしやすさ、伝えやすさ、選手がこう思っているっていうところの言いやすさみたいなのがすごくあったと思います、ね。なるほど、はい、いやこの質問に引きつけると、ダイバーシティをやりましょうというより余白を作りませんかっていう言葉を変えていくのも手かもしれないですね。そうですね、はい、どうですか、この言葉に引っ張られすぎるなっていうところもある一方で、はい、やっぱりこの言葉の認知が進むからこそみんながちょっとアンテナ張ってくれるようなところもあるので難しいんですけど、個人的に最近思うのはこの D&I ってどういうことなのかっていう、その翻訳力というかバリエーションを増やすというか、大事なんだろうなと思って、その人が刺さりやすい語り口、方面でこういうことだっていうのを説明してあげられることだったり、例を出せることだったりっていうのも結構大事なのかなと思います。
そうです、まあ、簡単に柔らかく言うことも大事だけど、やっぱり言葉が持っている本質的な価値ってあるじゃないですか、うん、そうですよね、やっぱりエクイティとか平等とか公正とは何かって、うん、まあ、有名なあの、まあ、野球を野球、ね、見てる絵とか あの、はい、ありますけど、そういうのをちゃんと理解することも大事ですよね、うん、そうですよね、本当にそう思います。なんかさっき数字目標の話をして、はい、なるほどなと思いつつ、まあ、数字に取られちゃいけないんだけど、数字がないと何もやんない人が多いからやってるんですよ、あるじゃないですか。そう、はい、ある種の強制力が初期の段階では必要なんだっていうのはすごくいろんな場面で私自身も言われてきましたし、うん、あ、そういうもんかって思って、まあ、ちょっともやっとしつつ、なんかそこを目指してきたところはありますけれども、ね、でもスポーツの方が進んでる面もあると思ってて、本当いろんなルーツを持ってる人が、まあ、ラグビーとか野球とか、あのバスケットボールであるんですけど、うん、スポーツから私たちが学べることってありますかね。そうですね、うん、やっぱりスポーツって、まあ、分かりやすく目標っていうものがあって、うん、勝つという、うん、まあ、そこに向かってじゃあどういうチームを組んでいきますかっていう中で、いろんなあの多種多様なあの人種の方が、まあ、それこそラグビーだったらもう代表として、あのもちろん日本で生まれ育ってなかったとしても国を背負ってこう出れるみたいな、うん、っていうことがあると思うんですよね。そのやっぱりこの目標に向かうんだけど、そこに向かうまでのこの道のりみたいなところっていろんなところがあるよねと、うん、そこに向けたそのチーム作りであって、これが必ずしも正解ではないっていうこの隙間の部分っていうのはやっぱり、あのスポーツにおいてはすごく学べる点なんじゃないかなというふうには思ったりします。なるほど、はい、いやビジネスも当然勝つとか成功大事なんですけど、はい、時には試合してることも忘れちゃうことありますよね。あります、あります、はい、それをちょっと気をつけないといけないですよね。何のためにやってたんだっけみたいなのがたまにありますよね、はい、そこにまあ立ち返っていくと、もしかしたらダイバーシティとか D&I もスッと入ってくるのかもしれないですね、はい、そうですね、まさにまあ今回のテーマはその勝つためのっていうのがすごく面白いなと思ったんですけど、そうだよね、何のためにD&I が必要なんだっけとか、うん、どうすればこれがポジティブな武器になるのかっていう、うんうん、この発想が結構大事なんじゃないかなと思います、うんうん、はい、ということで早速、はい、エブリンさんにですね、この悩みに対して回答を書いていただきたいなと思います。はい、はいはい、いいですか、お願いします。まあ、この方も社内法って書いてあるんで、まあ、もしかしたらこれ広報関係の方なのかもしれないですよね。一生懸命社内法、まあ、皆さん読んでくださいね、社内法。ぜひお願いします、はい、皆さん頑張って書いてますからね。はい、ということでエブリンさん書けましたかね。はい、はい、もうさっきお話の中に出てきたワードです。はい、はい、役を作ろうと。ああ、いいですね。はい、ここにあの結構尽きるのかなっていうふうには思ったりしますね、うん、やっぱりこのもちろん数字の目標の部分だったりとか、まあ、いろいろこうある中でこう少しガチッとこうしてしまう部分もあるとは思うんですけど、やっぱりこの発言のこのしやすさだったりとか、うん、いろんな方々がこう混在する中で、自分のこの考え方の余白、会社としてのこの余白っていう部分があるからこそ、表現がしやすくなって、なるほど、そしてその受け入れやすくなるっていうところもあるのかなというふうに思いました。なるほど、はい、まあ、余白作るのってどっちかというとリーダーとか管理職の責任だと思うんです、はい、これ、はい、おそらく悩んでる方は、はい、伝え方で書いてるので、まあ、下の方と思うんですけど、 そうですね、その人はどうやって余白作ったりですか。そうですね、はい、その方々にはもう本当にあの余白をこう作るためにおそらくこの、ね、D&I っていう言葉じゃない言葉をこう探しているっていう部分があると思うんですけど、うん、そのためにもやっぱり先ほどあったようなあのいろんな方々とのこのコミュニケーションを取っていく中で、あ、自分自身のこのマインドセットだったりとかっていうのはアップデートしていく、そのアップデートしていく中で自分はこう思うんだよねっていうこのちょっとこう被らないところだったりとか多分いろいろあるとは思うんですけど、あ、なるほど、まあ、そういう部分がやっぱりこう余白、あ、ここがまた余白にまた新しく書けるところかっていうところもまたあったりすると思うので、もう諦めずにどんどん伝えていって、ね、まあ、相手の反応を見ながら、はい、見ながらやっていくってことですね、はい、1回で諦めちゃいけないってことですね、はいはい、さっき、はい、先ほどあのコツコツとっていう言葉があった通りだと思いますね。はい、皆さんどうですか。はい、でもまさに他もあるかもとか、はい、自分と違う何かがあるかもっていうアンテナを張るってすごい大事なんだろうなと思って、まさにさっきおっしゃった想像力みたいなところですよね。はい、あんまりこう年齢の上下に関わらず、あと管理職かスタッフかに関わらずできることかもしれないですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。ということで、本日は勝つためのチームビルディングで、マウリ・エブリンさんと鳥山さと子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。